はい、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。まだね、喉の具合がちょっと悪くて、顔もね、疲れてるとね、ちょっとね、腫れてるんですよ。顔が命なのにって、顔が命の動画なのにってね。ちょっとね、今、暗中模索中なんですよ。動画の方向性っていうことに対して。まあ、おしゃべり動画も増やしていこうかなと思っていた矢先。そして、まあ、世の中春なので、もっと草花の話とかもしたいな。それからドライブ動画の時にブツブツ言ってた、手芸方面の動画も増やしたいな、なんて思っていて、本当に何のチャンネルかわからなくなりそうなんですけど、難しいですね。まあ、とりあえず、ブツブツトークを、アイちゃんトークのコーナーとして進めていきたいと思っています。前回、ろくなことをしないやつっていうのを申し上げたんですけど、本当にろくなことしないやつ、迷惑なんですよね。本当にそばに来ないでほしい、関わり合いにならないでほしいと思うんですけど、私が冷たいんじゃなくて、その人が性格を直さないと、友達できないよっていう話なんですよね。相手が悪いんじゃなくて自分が変わらないと人生も友達も変わりませんよっていう話です。この前もろくなことをしないやつって本当にその学生時代のとある人に思ったんですけど、とにかくね、最近もちょっとそれに似た子いたんですけど、なんていうの、陰口っていうんですかね。私、まあ自分が被害を受けてれば、あの人にこんなことされて困っているのって言いますけど、何も私にしてない人、関わりがない人に関して悪口を言う。それがね、許せないっていうかね、嫌なんですよ、聞くの。いや、その人あんたに何したのよって、何もしてないでしょって。何かされたんなら言う言われはあります。言わなきゃいけないことです。悪いことされたんだったらね。何もしてないのに、なんか人のことを悪く言う人って嫌いで、どこでもないやつっていうのは、そういうことを言いますね。結局、ろくでもないっていうのは役にも立たない。役にも立たないどころか、害になるんですよね。だから嫌いなんですけど、よくよく考えたらね、社会出てからね、時々ね、変な人、いましたね。それと同じ種類の人かなとちょっと思うんですけど、世の中にも痛い人っていうのがいろいろいるんですけど、一種の痛い人なんですけど、嫌われる人なんですよね。で、なんで嫌われるというかというと、仕事ができないくせに、できるふりをする人なんですよ。いや、仕事ができないならできないで、こう、コツコツと下積みをして、徐々に徐々にできるようになっていけばいい話なんですけど、できないくせにできる人と張り合って上に行きたいとか、実力ないくせにね、実力ないくせにしゃしゃり出てきて、私がしますって、まあその意気込みはいいと思うんですよ。自分が出世したい。で、人から仕事を取ってでもする。これはいいことなんですけど、実力ないのにそれされると迷惑なんですよね。みんな分担して、こう、仕事回ってるわけじゃないですか。でも、私がしますって取っちゃってるくせに実力ない人、すごい迷惑なんですね。そういう人時々いるんですよ。一種の痛い人なんですけど、結局、職場とか仕事ではそういう人はとても嫌われますね。本当にもうお願いだからやめてくれ、みたいな人です。そうなんですよ。聞いていらっしゃる方の中に、そういう方がいらっしゃったら、ちょっと自分の考え方変えていただきたいと思います。なぜ自分が仕事で認められないのか。パッと見た目には進んで仕事をしてテキパキするので、重宝じゃないかとか、バカとハサミはつかみようだから、うまく使えばいいんじゃないかと思う方もいらっしゃるかと思いますけど、私はそういう人はジョーカーだと思います。なんか、いつ何しでかすかわからないんですよ。なんか常識がないので、
変なところでこう確認しない、あの前からま報告連絡相談っていうのが大事だって言ってますけど、自分で突っ走っちゃうんですよね。んで自分がやったらできると勘違いしてる。普通の人はやったらできるけどしんどいから、まあ、自分の範囲内で我慢する、仕事も生活も両立させなきゃいけないからあまり無理しない方向で、あまり一つのところで無理しすぎるとそこにもし重圧かかってきた時に持ちこたえられないし成し遂げられないんですよ。でそうするとこう仕事にしろ何に周囲にしろ迷惑かけてしまうので、普通のことはそういうことしないんですけど、そういう人はできもしないくせにもう一つでも仕事を抱え込んで結局できないで、できないのすごく迷惑なんですよね。もう寄生虫みたいな人と思うんですけど、本当にお願いだからやめてほしいっていう、そういうふうにあなたは思われてます。なのでそういう人は一つでもやるのやめてください。自分ができない自覚してください。周りがあなたこれができてませんよって言ったら耳傾けてください。ぐちゃ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 正当化してないでちょっとへっこんでください。まあ、理由を述べてもそういう人たちの理由はおかしいですね。はっきり言って理にかなってないです。まあ、仕事ではもう申し訳ございませんって早いうちに言ってしまった方が楽ですし解決します。複雑化するのはぐちゃぐちゃにした上にまたぐちゃぐちゃにしてまたぐちゃぐちゃにしていく、そういうような人がいるからおかしくなるんです。早いうちに申し訳ございませんってもうあのことが複雑化しないうちに謝ってしまえば周りうまくいきますしまとまりますし傷深くなりません。なのでそういう寄生虫みたいな人ですよね。なんかどっかずれてんですよね。あなただけしか世の中にいないのではない。ですからチームとして考えなくちゃダメなんですよ。地球も日本も世界も。なのに狭い職場でさえねえ人数限られているので一人だけが前へ出て全て奪って仕事、まあ、自分の存在感を追いつけたいのかもしれないんですけど、それは自分ができる範囲で言ってください。できないのに取ってやってぐちゃぐちゃにするというのはものすごい迷惑なので、そういうことですね。まあ、そういう方がいたら関わらないようにしましょう。お願いだからやめてくれと。その人たち一生懸命だからなんとかバカとハサミやなどと思っているうちにえらいことになりますから、皆さんも諦めましょう。もう寄生虫には去っていただきましょう。そして寄生虫の人は自分が寄生虫でなくなるようにしっかりと、今日もしこの話を聞いてみてくださるのならば、存在意義も嘘をついて取った仕事、できないことを隠した仕事では存在意義なんか生まれません。自分ができる範囲、また自分ができることを地道に増やしていく、そちらの方が大事です。はい、今日のお話、皆様のお役に立ちましたでしょうか。本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見ご要望ご感想をコメントください。ではまたね。Get to hear me now.